よろしくお願いします。大切なことは全て君が教えてくれた第6話ですね。第5話の感想動画を撮ってからすぐ見ました。面白いんですよねこのドラマ。僕面白いんですよねっていうか、皆さんがねいいですよって教えてくれたんで見始めてハマっちゃいました。いや今回もですねかなり気持ちが揺れて、なんかね自分の中に湧き出るものがあるんですよ、いろいろこのドラマを見てると。もちろんそれは恋愛に関してなんですけどね、恋愛というか人を愛することというのはどういうことなのかとか、人間との人とのコミュニケーションについてとか、いろんなことを考えさせられるんですね。見ながら考えちゃったりして、もう僕はやっぱり柏木先生の気持ちになって考えたりしたり、とても、ラブストーリーといえどですね、勉強になるところがたくさんあって、こういうのってやっぱりそのなんだろう、授業とかで教えられることじゃないじゃないですか。だからやっぱりこれ経験で学ぶしかないんですよね、 人と人とのコミュニケーションとかっていうのは。僕なんかも、これまで生きてきていろんなことを、人と人とのコミュニケーション、もちろんその恋愛とかでもそうですし、友人との触れ合いの中でいろいろ学んだりとかですねするわけなんですけど、こういうやっぱドラマを見ることによってまた、経験した人間でさえまたいろいろ考えさせられるという、とてもいいドラマかなと思いましたね。ちょっと一歩引いた目で見るとそうなんですけど、もう中にグッと入り込んじゃうとですね、もう夢中になっちゃうという。やっぱりですね、僕は柏木先生と同じような気持ちになっちゃって、やっぱりそのひかりちゃんのこと、武井美ちゃん演じるひかりちゃんのことが気になってきちゃってやっぱりそのなんだな、ほっとけない、僕も同じなんですね。ああいう好きになっちゃうんですね、ああいう感じ。あれは計算だったら怖いですけど、計算でやってたら怖いですけど、なんかそんな風にも思えないし、それは計算だと思ってしまうと、ちょっと寂しいかな、そういう風に思ってしまう自分が寂しいかなって感じるので、夏美ちゃんと夏美先生とひかりちゃんと柏木先生、この3人はですね、とても生きるのが下手なんだろうなって思いながら見てるんですけど、でも一つ一つの触れ合いをその真剣にですね、なんていうのか、真剣に向き合うことで辛くもなるんだけど、その分成長するという、そういった感じがしましたね。これ成長の物語ですね、ラブストーリーでもありながら、まだ6話なんですけど、どうでしょうね。すごい話になってきましたけど、さすがに、夏美先生が妊娠してしまうと、今度また柏木先生の気持ちが揺れる。これはもう間違いなく、あれだけ責任感の強い、柏木先生なら揺れるのは間違いないです。それは、これから先ずっと続くもんですから、その子供がね。
親になるってことはその自分の子供をずっと見続けなきゃいけないっていうことですし、それをほっとけるような人間ではない。ただその真逆にですね、その子供が産めるかどうかもわからない自分の生徒であるひかりちゃんがいるわけですよ。そのだから柏木先生を真ん中としたら全く真逆な、位置にいるわけなんですね。その彼を取り巻く二人の女性は、これがですね、本当もうもし自分だと仮定した場合に、もうものすごく悩みますね。これは本当ね、優柔不断っていう言い方もあるかもしれないですけど、いやこれ決められないですよね。僕は本当真剣に悩むと思いますね。子供、自分の子供を選ぶか、それとも子供が産めるかどうかもわからない女性、を選ぶか、選ぶか選ばないかっていうのはまたそれ人それぞれなんですけど、二人とも選ばないということもあるわけですからね。いやー、この選択はすごい大変だとは思いますけど、これが現実というか、ちょっとこうファンタジーなラブストーリーとやっぱ違くて、これに近いことっていうのは現実でも僕はあると思ってて、全くこんな状況っていうのはないかもしれないですけど、なかなかないかもしれないですけど、 100% ないかっていうとそんなことないし、これに近い状況っていうのはあったりすると思うんですよ。で、悲しい思いをする人もいると思うんですしね、裏切られたとか裏切るとか裏切られたとかっていうことで、この辺を自分に置き換えてみたりすると、自分の過去とね考え置き換えたりすると、あの時はどうだったんだろうとかね、いろいろ考えたりしますけど、ちょっとその辺まで話すと話が飛躍しちゃうんで割愛しますけどね、やっぱりどっちかを取るとどっちが傷つくとかいう、それは避けられないですよね。両方ともハッピーにはならない。だけど人は両方だからこれ面白いですよ。この対局にいる彼女は、ひかりちゃんと夏美さんはですね、その好きである柏木先生の元から離れようとしてるわけなんですけど、それは柏木先生のことを思ってそうするわけじゃないですか。でも柏木先生は一人になった方が楽なのかもしれないですよ。ただ彼は去ろうとしている自分に好意を持ってくれている女性をですね、両方とも捨てきれないみたいな、そこで悩み苦しんでるわけなんですよね。だからこれは優しい人なんですよ、柏木先生っていうのは。キャスティングとしては多分とても合ってるんじゃないかな、三浦春馬くん。だから重なるところが僕にはあって、柏木先生みたいな人は僕は好きなんですけど、ちょっとねどっちか決められないっていう、で自分が潰れてしまいそうになるという、一見優柔不断で弱そうな人間ではあるんですけど、いや実は
そうじゃないんじゃないかな、むしろその逆なんじゃないかなという気がしています、今の状況では、うん、だから今後どう彼がどう道を選んでいくか、それとも時が過ぎるまま流されるように生きていくのか、まあ、この辺がどうなるのかっていうのは見どころでもあると思うんですけど、僕は、うん、まあ、その辺もですね、興味持ってみたいと思います。すごい難しいです、自分もその気持ちを考えると、僕はやっぱりなんかね、ちょっとひかりちゃんの方にやっぱり彼女を支えてあげたいっていう気持ちが自分も強くなってきてるんですけど、でも自分の子供を妊娠してる女性を捨ててそれができるかっていうと、ここは踏み切れないなってなりますね。本当苦しいところです。まあもちろんね、ひかりちゃんをとこのまま別れて夏美先生と一緒になるっていうのが一番、まあ一番こう平和的な解決ではあるとは思うんですけどね。ただそう、じゃあそうすればいいかってなる、それはまた人間というのは感情があるもんだし、相手にももちろん感情がある。今の状態でそれをやって夏美先生が喜ぶかっていうと、僕はどうなんだろうって疑問に思ってしまう。それがもっと前の段階だったらそれはできたかもしれないですけど、今のこの5話の状況でそれをやって彼女がそれを受け入れるかっていうと、そうとも思わないし、逆に失礼なのかなと思ったりもしたりもしますよね。なんかこの辺がやっぱり対人間っていうのは難しいところであって、そこがまた、生きていく、苦しむっていうことが一つの恋愛のまあ楽しさって言ったら変かもしれないですけど、まあ楽しさでもあるのかな、苦しみと楽しさっていうのはまあ表裏一体。この前僕はね、気持ちという袋があったら、その好きという気持ちの袋があったら、それは怒りに変わることもあるって言ったんですけど、それはやっぱりその苦しみにも変わることがあるんですよね。好きであればあるほど、それが自分に苦しみとなって帰ってくる場合もある。これが、人を好きになるというリスクでもあるんですよね。まあちょっと深い話になっていますが、これはちょっとまたライブとかでもねお話ししたいなとかって思ってますけど、なんかそんなことも考える話でしたね。まあ、今日ライブなんでね、まあ、このドラマの話しようかなとも思ってますし、まあ、もし見逃した方はアーカイブで見れると思うので、まあ、楽しみにしていただけたらいいかなと思いますね。あ、でもこのアーカイブっていうか、そのライブの前にですね、この動画をアップすることはないんで逆転しちゃうのかな。まあ、ちょっとその辺ちょっと時間的な時差はあるかと思うんですけど、その辺はご了承くださいということで、はい、まあそんな感じ、ありがとうございました、失礼します。